さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、雄太。はよ酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち負った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、おやさん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど緩くやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやってますけ。おやさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい雄太、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに会うとるけ、はよ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。
なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです頭、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴組やおやっさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ、そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ、殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高頭、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。雄太、行くぞ。わかった。ったく、すんません兄貴、あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの土足を持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時雄太ともう一人おった松永って。確かにお前を入れて三人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの組の頭ですけ、若いもんはしっかりしつけときます。兄貴にはもうこの事務所を家と思っていただいてね。まあおやっさんとわしを入れてもうちはたった5人の組ですがの。まあくつろいでつかさい。兄貴、どちらへ。姉ちゃん、あんたほんまに不細工じゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。ほれ脱げの。今月客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ、お前らいい加減にしろ。その口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。Ah!
あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使わせ。おう、松永、お前大丈夫か？いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、野球の時の。ああ、もうええ、松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言っとるんですか、頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間、頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き押されたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃ、わしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら、踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お？ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったら、わしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いが、もう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わせ。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。桐生さん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃ桐生さん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって
連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思っとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もう、そうじゃろ？ええ、本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ、道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？そうだ、俺ちょっとおやさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやさんの用事って？いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうって。そうみてえだな。
今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わしちょっと見てきますか。いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。ん？うん、なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう？うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたのなりそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか？え？すみません。ほら、パパのとこ帰んな。それじゃあ、俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて、暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか？そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ？いや、なんでまた？いいんだ、それじゃ。あ、桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。桐生さん、こっち。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。
キリーさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。つらかしてもらうと。じゃがその前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さあ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったれや。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。春香はやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥かなことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。はるかちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺にはるかのことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町ではるかと何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。はるかのことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、キリュウさんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。
あ、桐生の兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち桐生さんのファンになってしもうたけん。ああそうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよもう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物選なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭見当にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。あ、なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所の奴ら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰巾着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ。それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ。キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前らキルさんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。二
度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ、キルさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まないでくださいよ、キルさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってろ。なんじゃとこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソ親父。くれ、あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠していることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おおよく言うよ。あんただったら俺らから力づくで聞き出すことだってできんだろ。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。やっと出てきよった。探しとったんだい、キリュウ。マスゾエか。昨夜の借りを返すどころ。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。
キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。行くぞ。わしをやったら広島中の国土を敵に回すっちゅうこっちゃ。おいやるの、マスゾエ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か、バカだれ。器量っちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これは桐生さんがやったんか。全部たった一人で。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや小清水の頭は何を言うとるんかの。兄貴の正体って。松永。キリュウさん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出んように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永、
ああ、全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。チキショウ、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はあ、が頭が何ですかね。そりゃ腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃのう、松永。え、まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うん、ぴったれが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東条会の四代目？東条会言うたら東京のあの東条会で？はあ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ、俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、うん、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。キリュウさん。ああ、遅くなった。待たしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか、よかったら部屋に上がっていくか。ううん、もう遅いし。それより大丈夫なの、舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、
まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？ううん、なんでもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。ナグモ？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃが。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか？ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅんは遥さんのことじゃ。わしらは組の者全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。桐生の兄貴が遥さんにゆかりのある東条会の四代目桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったくあいつの安にぶさにはなんや救われますわ。ああ、そこからのご無礼はどうか許してつかわさい。あとそれでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできた中四しか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。遥さんの前じゃうちの組の者も造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でも分かりますわ。遥さんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴が遥さんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから
はるかもこの町にいることができたんだ。南雲なら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。ハルカさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、ハルカさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけどわしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？ハルカさんはこん町に住んどった間、ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰よりハルカさんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。